皆さんこんにちは。今日はハワイに行くパッキング動画の撮影をしようと思います。じゃじゃーん、こんな感じです。詰めるものをリストアップしてそれを集めました。はい、じゃあ詰めていこう。はい、詰めてるものはじゃじゃん、水着。私とりあえず荷物がすごく多いので圧縮袋を使いました。めちゃめちゃで、一応2パターンの水着を入れました。これがシールムリンの水着で、これがアリシアスタム、多分インスタで今年着てた水着で、これが朝ヨガに行きたいプラスフィルボックスやったっけに登るので、ヨガウェアとトレーニングウェアをと T シャツ、半袖の T シャツを入れますね。で、次これトップス類です。これは私荷物ほんまに多いから現地調達もすることを考えて3日分のお洋服しか入れてません。これはボトムスで、ちょっと楽なようにワンピースもチョイスしました。圧縮袋を予備で2つ持ってって、着たお洋服を入れる。で、こっちに向こうでさ現地調達したら服増えるやんか、それを入れようか。半分開けていく予定やったのにさ全然無理やわ。で、こちらもう現地では B3 で行こうと思ってて、今年購入した何だったっけ、ティキーズ買ってるの B3 です。かさばらんから好き。帽子とこの帽子も麦わらっぽいキャスケットみたいな、まあ、多分かぶらんけどで、向こうなんか夜寒いかなと思ってカーディガンを入れる。で、海とか行く時用のタオル、これもシールムリン、タイル柄が可愛いやつ。これは3でなんか何円以上買ったらついてきたノベルティのエコバッグなんやけど、ほんまに大きくて、エコバッグね、ハワイで行くものなんか必要なもんなんですかって聞いた時にエコバッグっていう意見が多かったので、下着は洗濯機があるんとか知らんから、とりあえず日数分全部入れました。もう向こうに売ってるやろうけどな。で、ちょっと荷物を減らすためにブラトップ付きのキャミを今年めっちゃなってきたから、それをたくさん持っていく。で、ブラを削減しようと思って。で、鏡、なんかホテルにあってさ微妙な位置にあるやんか、これもアングリッドのノベルティでノベルティだらけ。ほんで、これは多分ハワイやとずっと半パンとかで過ごすことが多いから、なんとかレギンス、グラマラススパッツ、ホテルで着よう。で、こちらエコバッグというか、現地についてちっちゃいカバン、これも現地用のカバン、ちっちゃいバッグ、あんまぺっちゃんこにしたくないんだけどな。で、こちらは今撮ってるカメラをイソップの袋に入れて、で、これ見て、私昔 GoPro を買ったんよ、1回生の時に。ほら錆びてるから、ここ海とか行ってそのままにしとったから、イエーってから、これをで、正味さ、こんな、なんか伸びんねんけどな、錆びてるから怖いな、こんな伸びんねんけど、あんまいらんやん、そんなにもともと高価格やし。ってことで、こちら GoPro の持つとこ分かりました。後で取り外してこっちにつけて、これもここに入れますね。タコ足というんかな、これは USB プラス、まあ、充電とかできるようなやつ、これも充電系、コード系やね。で、これはカメラのバッテリー用のやつ、リップクリームを入れました。絶対こんな使わんけど一応。これにアクセサリーを入れました。アクセサリー紹介で紹介したアクセサリーだけ、新規はないです。じゃじゃん、冷えピタ、最近お酒飲んだらすぐに冷えピタを貼るで、これはマスクプラス、これイブクイックズ通訳、じゃじゃーん、蒸気でホットアイマスク集めます。なんかこれさ、海とかに行くときにさ、もう汚れてそのまま捨てれるやんか、なんか多分アングリッドのいつかのセールショッパーです。かわいいよね。プラスなんかジップロックをたくさん持って、これは機内用のやつ、何かしら漏れるから帰りとか入れ替えようと思って、綺麗なやつに。こういうなんか心配性で予備を持っていくところがあかんのよな。じゃーん、これが無印のクレンジングジェルで、こちらがボディーソープ、こちらとこちら、こうしたらいいかな、シャンプーとディンスやねんけど、いつも行ってる美容師のお姉さんがハワイ行くって言ったら詰めてくれてん、ちょうどいいサ
サイズのやつにいつも使ってるリンスとシャンプーをつけてくれました。でこれはこれね、でこれは3のこれも強品の固定石鹸です、洗顔です。いい感じやろ、これどっかのホテルでのなんていうの、アニメティアメニティアニメティお母さんは眠こ、何やった、アメニティアメニティのボディウォッシュボール。これは洗顔用の泡立て、こういう時いいよね、アニメアメニティ。今で半分やねん、目標半分やったら無理やと余裕で。続きまして部屋、もう漏れとんねんけど、これさっき詰め替えてちょっと古いのに新しいのを追加してこのポンプまで買ってきて、しかもなんかこのポンプ専属ポンプやねんけどさ、キャップなかったん、全然意味ないよ。後でもう一回します。あれプラスこれいつも美容院行ってるところのオーナーさんが作った手作りのオーガニックバームクリームベベで、なんかこれセブン入れで買った意外とコンビニ価格やのによくて優しくて流せんねんって、よくない、なんか海外のホテルとか流れんとかありそうやから。これも優秀、これは無印で購入した、なんて言うんやろ、なんか洗面所にかけとけんねんって、こうやって。でこれをな買うときにな、かけるとこあるんとか言われて、行ってみな分からんし、お母さんにもさっき言われて、これ自信満々に言ったら。でもここにボディクリームとお薬とオイルプラス3の化粧水とこのディオールの乳液で、これもちさってこといくねんけど、ちさとお裾分けしようと思って20個入りにしました。でヘアゴム、めっちゃこれ優秀ちゃう、このマルチポーチ優秀と言って、こんな感じです。でこれちょっとなんかもうほんまに乾燥やばそうなんで、パックを入れて、これが洗面所グッズです。あ、ほんでこちら化粧品道具、これはあのいつもの化粧品と何も変わらないので、メイクポーチの中身とかを見てください。できた。キャリーの中はこんな感じです。4分の3だけスペースがあります。あとヘアアイロンを入れる、え、ドライヤーってあるよな、あ、コンタクトの予備ってな感じ。ちょっと今からな、急がなあかんからな、めっちゃ急ピッチに紹介してしまった。こんな感じです。 OK、 続きまして機内に持ち込む用のバッグの中を紹介します。こちらもうすでに重いんですが、こちらは前に紹介したリュックです。まずこれさっきも色違いです。これを多分かぶっていこうかな、こんな感じでかぶります。あ、ほんでこれサングラス間違えた、こっちや。私ちょっと卒論がやばくて、でプラスあの飛行機8時間フライトなんやけど、飛行機で寝れたことが30分しかないのってぐらい飛行機嫌いなの。いや嫌いじゃないねんけど寝れへんので、耳がやばい系じゃないの、なんか息抜きじゃなくて、なんていうん、抜けへんくて半日ぐらい耳聞こえなくなっちゃうから、飛行機その面では嫌いだから、長いフライトとかほんまに嫌で寝れないの、痛すぎて。ってことで、でもなんかさカチカチしちゃってうるさいんかな、分からへんねんけど、とりあえず卒論しようフライト中にしたら来週の卒論指導までに間に合うかな。でハワイは今んとこノープランなので、飛行機の中でその行く一緒に行く女の子と決めようかなと思って、ガイドブック、このマスク、なんか友達が勧めてくれてよかったからね、飛行機の中ではこれをつけて寝よう。こちらは機内用のものです。私目が悪いのでコンタクトプラスコンタクトのケースでしょ。でこれお姉ちゃんからも聞いたら機内の乾燥がひどいそうなんで、コンディショニングミストと、これフットレッグアントリートメントオイル3の、これも試供品様々やな。でこれも3の試し用のサイズのバランシングクリーム、茶用ね、便利、心配性やからとりあえず入れとこうみたいになっちゃって、私鼻詰まるじゃないから効くか分からんけど、誰かがベポラップ、ちょっと匂いが怖いけど、これを鼻に塗ったら気圧にいけんちゃんとか言われてん、ほんまかすごい分からんけど、こんな感じです。イヤホンは、で新幹線乗っとってさ、神戸から東京行くだけでもさ、イヤポッツの
充電で切れちゃうやん、ずっと使っとったら。なんでこちらの紐の方も持っていこうと思ってイヤホンです。今から遊びに行くから、ちょっと財布とかはいつも使ってる状態だけど、こっちに入れ替えようかなと思って。でこういうカードとかいらんやんか、店のカードとか全部こっちに入れてしようと思ってます。こちらガム私は黒レッツ派。サングラス、なんとなく。パスポート、一番大事で、こちらイソップの巾着に入ってるのは、飛行機はここまであるスパッツはしんどいかなと思って、すぐ脱ぎ着ありがとう、脱ぎ着できないかなと思ったんで、片足ずつのスパッツ、歯ブラシプラス、これは多分前1回動画で出てきたことあるけど、無印のネイル時に使うやつ、これしたら足ちょっとむくむのマシになるから、私は機内に持ち込む。でこちらもこれ、じゃじゃん、蒸気でホットアイマスク大量で、これね、私化粧落としてすっぴんに乗るねんけど、美容液プラス化粧下地にもなる、毛穴がなくなる化粧品これ使うか分からんけど、念のために。でこれも私のおすすめの無印のゴロゴロボールです。使わんかったら使わんくていいからさ。次、外ポケットにはモバイルバッテリー、これ3.3回分って書いてた、充電できるのと、こちらティッシュ、こちら鏡で、これはちょっとなんか何に使うか分からんけど、コインケース一応入れてる。こっちに入れてこっちにするかまとめるかは分からんけど、まだ分からへんねんけどな、入れてるだけで。なんかフライトのその耳がやばいって言ったら、いろんな人からアドバイスをしてもらって、アメちゃんを舐めながら離陸の時にすると自然とよだれ自然と唾液が出てなりにくいよって聞いたんで、試してみようと思って。1月にねアメリカに行くので、そのアメリカのフライト時間が14時間ぐらいだから、それの練習やと思って、ハワイではいろいろ試そうと思って持っていく。まだあった。これは昨日一昨日ぐらいに買って、さっき届いてん、じゃじゃじゃーん、タビライザー。やばくない？ハワイでさ、いい動画作ろうと思って手ぶれしちゃうかなと思って、まだ一個も触ってないねんけど、これも持っていく。でもこれは多分棒以外はこっちに入れるかな。 GoPro にも使えるし、スマホにも使えるねん、めっちゃ嬉しい。これ高かった。ほんまにとりあえず寝たいから、いいネックピローを探し回ってんけど、なかなかいいのに巡り合えんくって。でこの間さ、これこれ紹介していいんかな、これで飛行機乗る自信ないねんけど、これめっちゃ良くない？どこで寝ても枕やん、わかる？でこれ熱くなったら、じゃあこうしたらさ、ここめっちゃいい枕になるから、これを泉は持っていきたいね。やばいかな。じゃあ今日一応買い物行くから、その時にいいネックピローが見つからんかったら、こういう店で、これ待って、こうやってギューってして。でもこういう飛行機乗ってたらやばいよな、考えよう。でもほんまにこれ寝やすいと思うねん。で友達に言ったら、頭いいやんって言われて認められた。で私途中で顔洗いたくなりそうな予感がするから、タオル、あとタオルないと寝れないから、タオルを持っていきます。てな感じで、私のパッキング動画はおしまい。ちょっと海外は久々すぎるので性格が出てしまって心配性っていう、いろんなものを詰め込みましたが、いらなかったものまた紹介しようちゃんと、これはほんま使わんかったよって。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ハワイ楽しんできます。バイバーイ。